はい、皆さんこんにちは、ケントです。吉野井とかしたトレーニング指導ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。今日はですね、マイクがちょっとないので響いてたら大変申し訳ないんですけれども、今日も皆さんにいただいたご質問についてお答えをしていこうと思います。コンテスト向けの減量中、ダイエットが停滞してきた時に有酸素運動を取り入れたいのですが、具体的にどれくらいの運動でどれくらいの消費カロリーを稼げるのかが分かりません。水泳や屋外でのランニングを考えておりますが、計算方法などがあれば教えてください、というご質問ですね。こういう場面というのはよくあるのかなというふうに思っていて、このままじゃちょっとまずいから、プラスアルファ有酸素何かしらを入れて脂肪を削っていきたいんだけれども、どれぐらいの強度のどういう運動を何時間入れればどれぐらいの消費カロリーが作れるのかみたいなところを簡易的に計算する方法、これを今日は皆さんにお伝えできればなというふうに思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は有酸素運動なんかをするときに、その運動っていうのがね、どれくらいの強度であればどれくらいの消費カロリーをもたらすのかみたいなところの計算方法についてお話ができればなというところですね。あくまで簡易的な計算方法ですので、目安程度に考えていただければ嬉しいです。じゃあ結論、どういった計算方法かと言いますとね、メッツ計算と言われるものです。すでに知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕の過去の動画でもね、実は何回か出てきてるとは思います。これ何かっていうと、身体活動量の強さをメッツっていう風な指標で捉えてですね、安静時の何倍の強度があるのかっていうところを参考に、体重とそれから継続時間で消費カロリーを計算するという方法になっております。この計算方法としては、消費カロリーイコールメッツ数かける運動時間、これは時間ですね、分じゃなくて時間です、かける自分の体重に 1.05 をかけた値っていうのが消費カロリーになりますよと。このメッツっていうのは動作ごとに決まっていて、例えば早歩きだったら4、強度の高いウェイトトレーニングだったら6、エアロビクスだったら 6.5、 ジョギングだったら7とか細かい値が決まっておりまして、ネットでね、その運動メッツみたいな感じでググっていただければたくさん出てきますので、そちらを参考にしていただきたいなというところなんですが、例えばじゃあランニングをしますと、時速12キロのランニングを70キロの方が30分やる場合ですね、これ時速12キロのランニングというのはメッツに置き換えると 11.5 になりますので、 11.5×1.05×70キロ×0.5、 30分ですよね、 0.5 っていう風にすると、消費カロリーが422キロカロリーという風に出てきます。こういった計算っていうのは、手でね、計算するのめんどくさかったら、インターネットでメッツ計算っていう風に打つとですね、簡易的に自分の運動強度、体重、もろもろ入れて、パッて計算ボタンを押すだけで出てくるサイトもありますから、そちらもぜひ参考にして使ってみてはいかがでしょうか。実際自分がね、何か種目を選んで、これぐらいのランニングだったら、どれぐらいの分数、稼げば目標カロリーに達成するのかというところを考えてみると、あと1月でプラス1キロ分の体脂肪を落としたいっていうふうに簡易的に計算をするとしましょう。体脂肪1キログラムあたりの減少に必要な消費量というのは7200から7700キロカロリーですから、ざっくり7500っていうふうに仮定すると、1ヶ月30日間で1日あたり250キロカロリーのアンダーカロリーが作れれば7500になると。では1日250キロカロリー稼げる有酸素運動って何なのかな。この方であればランニングもしくは水泳っていうふうにおっしゃってたので、ランニング、今僕がお話しした例で言うと12キロのねランニングっていうと、この目標消費カロリーから必要時間っていうのを逆算すると、式としては消費カロリー割るメッツ×体重×1.05 ですね。これで計算すると、必要な継続時間っていうのが約 17.7 分というふうに出てきます。なので、こういうふうな形で計算をしていただくと、本来自分が求めている消費カロリーを、この運動だったらどれくらいの時間が必要なのかなっていうのがパッとね、概算ですけれども出てくるんじゃないかなっていうところですね。で、詳しいこの身体活動のメッツ指数っていうところをね、把握したい方は、国立健康栄養研究所っていうところが出している詳しい表みたいなものがあるので、今日この動画の概要欄につけておこうと思いますので、そちらから確認いただけると幸いです。ただですね、この計算っていうのは、あくまで簡易的なもので、当然同じ体重でも筋肉量の多い人、体脂肪率の多い人っていらっしゃいますし、あとは同じ強度の運動をしても心拍数がこれだけ上がる人、もっと上がる人、いろんな人がいますので、あくまで参考程度に考えていただけたらと思います。ちょっと面白い話をすると、トレッドミルをね握って走ると、
何キロ消費しましたよみたいなのが出ると思うんですけれども、あの数値っていうのがどれぐらい整合性が取れているのかっていうのを研究したデータがあって、一般のトレッドミルだと 13% ぐらい、ステップミルだと 14% ぐらいの誤差、だいたい多く表示されるっていうようなデータもありますので、あくまでね、そういうカロリー計算みたいなものっていうのは参考に、自分のコンディションを見ながら運動の足し引きっていうのはしていただくのが間違いないとは思います。心拍数を使ったね、より目つ計算よりも精度の高いような計算式も実はあったりするので、あ、めちゃくちゃ細かいのでね、詳しくはこの辺に記載をしておこうと思いますけれども、その方の環境に応じて必要な計算式っていうのを使っていただけたらと思います。こういう動画が面白かったり参考になったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディアもやっております。そして自分が今力入れて運営しております栄養の学校 NNC の方も重ねてよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。